はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、シルスです。というわけで今回はシーズン2のメタブケについて紹介していきたいなと思います。シーズン2になって、あとは一昨日のかな、武器調整で今まで使われていた武器たちの弱体化だったり、あとは最近使われてなかった武器たちの強化が入って、再度使われている武器だったりとか、あとは新しくね出てきた武器たちがいるので、それらについて紹介していきます。それではね、早速始めていきたいなと思います。まず一つ目はこの AR ですね。新武器の AR ISO ヘムロックということで、この武器はシーズン2のバトルパスで入手できる武器で、特徴としてはやっぱり、無反動な部分、全然あのブレが少ない部分ですね。それがかなりこの武器の特徴的な部分かなと思います。以前動画でもね紹介したんですけど、火力の部分もしっかりあって、無反動な上に火力もそこそこあって、中距離戦ね結構安定して戦える、そんな武器なので、まあ、RPK が今弱体化を食らってちょっとね使いにくくなった状況なので、ちょうどねこの新武器であるこのヘムロック ISO ヘムロックがね使える場面増えてくるんじゃないかなと思います。で、一応ね個人的に使ってるカスタムはこんな感じとなっております。バレルの部分、この LR30 の56使ってるんですけど、これを外して、一応ねレーザーですね、この FFSOLEV レーザー、これをつけてる人もいます。ただ個人的にはバレルつけてる方が、まあ、射程距離とか弾丸速度上がって結構使いやすかったので、自分はこっちのバレルをつけてます。もしブレがもっと気になるよって方は、こっちのねフィールダー T50、 こちらを使うといいかなって思います。で、武器の調整ですね。武器の調整は、バレルがこんな感じ、アンダーバレルかがこんな感じ。調整についてはねちょっとねバンバンね見せていくので、もし気になる方は一時停止をしていただけると嬉しいです。これちょっとね勝手に動いたんですけど、MOP はヒリミ耐性とか左側は0で、目の位置を遠くしてます。この武器はシカイランドでもめちゃくちゃ強いですし、バトルロイヤルの方でもどんどんね使われていく武器だと思いますので、もしまだ使ってない方はぜひ試してみるといいかなって思います。はい、そして次も AR から一つ紹介したいものがあって、それがこのタック56となっております。タック56も ISO、ヘムロックと同じく、ブレが少ない、それが特徴的な武器なのかなと思います。この武器はね特に強化とか、あとは、弱体化とか、まあそういうね調整が加わった武器ではないんですけど、周りのね武器たちが結構弱体化を食らっていて、それで再度ね注目してもいいんじゃないかなっていう風に思ってます。本当ね、ウォーゾーン2の始めたての頃はこのタック56めちゃくちゃね使用率高かったんですけど、だんだんねその武器のねメタをね探されてる中で RPK が出てきたりとか、あとは、タック56系列で言うとバトルライフルであるタック V ですね、最近めちゃくちゃ弱体化を食らったタック V、こちらがね使われていたので、使用率がね結構低くなってたと思うんですけど、まあねその2つの武器たちが弱くなったってことで、再度ねこの武器注目してもいいかなって思ってます。で、一応タック56は自分はこんな感じで使ってます。アンダーバレルの部分は2クリッパーで、先ほどのヘムロックと同じ感じで、バレルじゃなくてマズルはハービンジャーで、これもねさっきと同じ感じとなってます。あとはバレルではなくてレーザーサイトをつけて、レーザーサイトの調整はこんな感じとなってます。一応ねメイン武器なのでエイム速度はね置いておいて、安定性、ブレとかね扱いやすさに結構振ってる感じとなってます。で、あとは MOP サイト、まあ、これもね同じく目の位置を遠くしてます。で、ヘムロックとの違いとして、こちらのマガジンですね、マガジンが60発積めるので、ヘムロックより火力はちょっとね低いかもしれないんですけど、まあ、そこの部分をね60発で補うことができるので、継戦能力に関してはこっちの方が上なのかなと思います。そして次は LMG の枠から、このサキン MG38 となっております。この武器もタック V とか、あと RPK の弱体化によって再度ね注目してもいいかなっていう風な、そんな武器となっております。この武器の特徴はやっぱりデフォルトで100発あるのが何よりもね特徴だと思います。マガジンの部分にアタッチメントを振らないで、他の部分にアタッチメントを振れるっていうのがかなり強くて、それによって、ブレがね全くない LMG にできたりとか、あとはねレーザーとかストックとかで軽くしても、全然ね戦えるような、そんな武器となってます。
この武器もね、もともと RPK とめっちゃ比べられてて、まあ、やっぱりね RPK の方が優れてる部分が多かったので使われてなかった武器なんですけど、普通にね性能としてはめちゃめちゃ強くて、まあ、それこそね RPK が弱くなった後に使われるんじゃないかなって、まあ、そんな風に思ってたんですけど、まあ、最近ね入ったパッチのおかげで、まあ、この武器ね結構注目されるんじゃないかなと思ってます。でアタッチメントはこんな感じで、マガジンでね先ほど振らなくてもいいっていうので今回はバレルをつけてます。で調整はアンダーバレルから F タックリッパーでこんな感じ。もうね F タックリッパーというかアンダーバレルは個人的にこんな感じで調整するのがいいかなと思います。で、マズルはタロンで、タロンもこんな感じとなってます。で今回はバレルをねつけてると言ったんですけど、バレルは一番右のこの、シルバーシリーズバレルとなっております。なんでねこのバレルつけてるかっていうと、このバレルは反動制御がついてるので、よりねブレを少なくしてくれるそんなバレルなのでこちらをつけております。調整内容は、ヘムロックのねバレルと一緒で、エイム速度は捨てて反動の安定性と、あとは射程距離に振ってます。あとはね MOP サイト、まあ、いつも通りの MOP サイトとなってます。もしねブレとか全然気にならなくて、ちょっとね倍率高めのものをつけたいという方は、ちょっとねこっちの右にある、4倍セットですね、 VLK 4.0 だったり、あとは、この 3.4 倍ですね、 3.4 倍のサイトをつけるといいかなと思います。はい、そして次が、近距離系の武器の紹介として、まずはこのナハマンサブ、まあ、MP5 ですねとなっております。これもね以前動画で紹介したんですけど、この武器もね最近注目されてて、なんで注目されてるかというと、RPK とかタック V に入った武器調整の時に、フェネック SMG でね一番使われていたと思われるフェネックが弱体化をね食らいました。そこでね次のね SMG は何だってなってる中で出てきたのが、このねラハマンサブとなってます。一応ね自分はこんな感じで、カスタムをね組んでるんですけど、海外のねプレイヤーを見てもラハマンサブのアタッチメント結構ね自由です。自分はねアンダーバレルの部分、このね VX、パイナップルですねつけてるんですけど、まあ、フェーズ3とかつけてたり、あとはストックね、このストックレス、まあ、いわゆるストックなしをつけてるんですけど、このリコイルゴールファクトリーとか、まあ、そもそもねストックをつけずにリアグリップに回してる人もいますし、あとは、マズルの部分、自分はねブレンペンデュラム、つけてるんですけど、これをねサプレッサー系のねマズルをつけてる人もいます。まあ、そんな感じで結構ね自由度の高い SMG、 自分好みにね作り変えることができる、MP5 となってるんですけど、自分はこんな感じのカスタムで組んでます。一応ね調整、まずはマズルからブレンペンデュラムはこんな感じで反動安定性に振ってます。そして、レーザーサイトの調整はこんな感じで若干ね MG のブレの安定性の方に振ってます。でアンダーバレルは調整なしでやってます。そしてマガジンなんですけど、もしね弾数が気になるという方はこちらね40マガジンに自分はやってるんですけど、50マガジンにしてみるといいかなって思います。ただ50マガジンにしてしまうと結構ね足のスピードが遅くなってしまうので、その点だけ注意してもらえると嬉しいかなと思います。はい、そして最後に、紹介するのはこのハンドガンから X13、まあ、こいつはね何回も見たことあると思うんですけど X13 となっております。この武器はそれこそね RPK とかタック V に入った武器調整の時に何も触れられてなくて、依然ね強さを保ってる武器なんですけど、まあ、やっぱりね何よりも強いのが、ハンドガンを持つことによって、こちらのパークパッケージをねいじらなくていい、オーバーキルを積まなくていいっていうのが何よりも強い点。配信でもね自分結構言ってたと思うんですけど、ハンドガンである、まあ、ハンドガンというかサブ武器がね強すぎるとダメな理由っていうのは、このねパークパッケージっていうのを自由にいじれてしまうっていうのが何よりも強い点。オーバーキルをね使わずとも、ダブルタイムとトラッカー、このね強い2つつけて、さらにね近接 SMG 並みに強いハンドガンデュアルをね持っていける、まあ弱いわけがないですよね本当に。まあ本当ねいろんな面から見てもね強いハンドガンデュアルなんですけど、まだまだね弱体化を食らってないということなので、依然ね使われるべきだと思います。そして自分はねアタッチメントこんな感じで使ってて、マズラがスチールファイヤー、調整はこんな感じで、エイム速度というかねエイム関係のものが腰打ちで使うのでいらないので、調整こんな感じに振ってます。であとはレーザーサイト、調整が入ったことによって腰ダメのねバラつきが減るといった、まあ、とんでもないねパッチが入ったということで、レーザーサイトもこんな感じで調整をしております。で、ホローポイント自分つけてて調整はなしですね、まあ、大体こんな感じのカスタムで使ってます。はい、というわけで、最後に紹介しなかったとんでもない武器ですね、
今シーズン2で大暴れしてるとんでもない武器を紹介して今回終わりにしたいと思います。それはね、このキメラではなくてこのショットガンの枠から KV ブロードサイドとなっております。まあ、こちらね、もうマルチとかそれこそウォーゾーンをねたくさんやってる方もう散々見てきてるかと思います。まあ、この武器ね、何がやばいかというと、まずはねセミオートで使えるショットガンとなっております。こちらね、あのバトルパスで入手できる、設計図を元にちょっとね一瞬だけ見るんですけど、こんな感じで連射できます。しかもかなり連射速度が速いです。そして、それよりもねもっとやばいのが、例えばねあのマガジンが、自分はねまだ武器レベルが足りてないので出してないんですけど、25発まで持つことができます。そしてあとは弾薬タイプで、こちらのドラゴンブレス、このめちゃくちゃ強いドラゴンブレスを25発まで撃てる、これがねこの武器の何よりもねやばい点ですね。そして腰打ちの命中率もかなり高いので、室内戦でねこの武器を使われてた時はもうね 100% 負けます。今回ね SMG とかハンドガンデュアルとかね近接の武器で紹介してるものもあるんですけど、まあねこの武器があると話が全部変わってきてしまう。正直、X13、ハンドガンデュアルに関しては使用率下がってると思うんですけど、まあ、下がってる理由としてこのショットガンが出てるからですね。シーズン2になってから自分がねそのハンドガンデュアルを見ない代わりにこいつをね見ることが増えてる気がするので、まあ、それこそね次のパッチいつ入るかはわからないんですけど、まあ、この武器お仕置き、まあ、間違いなく食らうと思います。正直ね紹介しない方がいいかなって思ったんですけど、まあ、プラスアルファおまけとしてね紹介させていただきました。はい、というわけで、今回ね武器メタいろんなね武器紹介したんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。もう何回も言ってるんですけど、 RPK とかタック V とか今までねシーズン1で大暴れしていた武器たちが調整を食らったことによって、使われなかった武器たちがだんだんね使われるようになってきたので、個人的には楽しいね環境になってきてるのかなと思います。一部を除いて。なので皆さんもねいろんな武器、この武器もいけるんじゃないかなと思ったらどんどんねトライしてみるといいかなって思います。そんな感じで今回はこれにて終わりたいなと思います。最後に良ければチャンネル登録だったり、高評価などぜひよろしくお願いします。それでは皆さんお疲れ様でした。バイバイ。